どうもこんにちは、ポンテラです。ちょっと待てよつってことでね、やっていきましょう。今回は、気長に売れたら作中の縛りということでね、行きましょう。レッツゴーね。ちょっと、まあ、とりあえず、端っこから行きましょうね。いいコースだ。このコース、いいコースだぞ、これな。気づいた、みんな。1の1。あっぶねー、キノコ持ってる人だから。危なかったね、今ね。キノコ側だったらやばかったかもしれない。もう、ビデオ判定でアウトになったかもしれない。ああ、いいよ、いいよ、する。今のは正直終わったと言っても過言じゃなかったけど、いやーちょっと待って、あと9位でしょ、9位、やばい、やっぱアイテムスルー2回やれてるからうまく、うわここやばい、くっ、よし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 、88、なかなかね、アイテムをね割らずに上がっていくって大変だけど、まあ被弾しなければね、勝手にね、おのずと6位、5位ぐらいに入れればね、もうキノコ圏外っていうんですか、いや圏外なんてもうそんなに7割だって大丈夫だろう。よし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 。あ、キノさん怖い。キノさん怖い。よしよしよし。いけてるよ。久々にキノコ縛りで、これは。2周目突入してる気する。これならいけるかも。これならいけるかも。4割だから、まあ大丈夫だろう。もう、行くしかないんだ、基本。基本行くしかないんだ、もう。で、まあ最悪、裏キノコでも表で。いやー、嫌な予感するな。次のアイテムでも。割らないわけにもいかないよな。割らないわけにもいかない。勝つためには割らなきゃいけない相手も。シングルでいこう。OK。今んとこかなりよ。5位だけど、十分いい位置につけてる。あとは勝手に落ちていくやつだから。今、3個中の2個。3個中の2個今。今、あー怖い。あー、じゃあ、いける。生きてるよ。もう赤さん展開しよう。もうすぐ赤さん展開しよう。3位、ナイス3位、いいよ。このままいけば。じゃあ、爆笑で。3位割ってくよ、俺は基本に忠実。あーキノコ落ちてねーなんだ、そのキノコ